TV 盛り上げたい。こんな人見たことあるよ。髪型おかしいかも。プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。いつもあるわよ。皆さんごきげんよう。ごきげんよう。この組クリア。ご。今日は今日はポケモン SV バイオレットファイト9やっていきます。前回はね炎組を倒したので今回は電気組に行きたいと思ったんですが、ここしか通る道がないので、ここってジャンプできるんでしょうかっていうところで止まっています。はい、じゃあいけるんでしょうか。3、2、1、GO。 いけいけいけ。あ、加速覚えたの。そういやなんかできないと。え、ちょっと待って、加速どうやるの。このスティックボタン。あ、そっちなんだ、うん、L って L のスティックボタン押し込みだって。なんだよそれ。 L ボタンでなんかケッ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 ってなってカクカクしてなんかもう、そうそうそう、え、できないできないとか言ってたもんね。どれぐらい速いの。待って、コインゲットする、はい、この子ね、あの普通に A ボタン押せばよかったみたいな、ちっちゃい小人みたいな子。あ、そうなんだ、うん、オープン宇宙人も話しかけた。うん、あ、最初のまたいた。ほらほらこの子、ほんとだ、オープンだ。はい、A ボタン押せばコインとしてゲットできる。あ、めっちゃあるじゃん、ここ。うん、もうこ、あーあで、この子さ、私いつも…もうこはん、あーってもうこはんって言ったぞ。もうこはん、あーこの子…もうかけた。ちょっと待って、レベル高いぞ。22って。ほんとだ、弱いわ。いや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 、高くなってる。ねえ、ひめちゃん、いいん、よし、雷行くわよ。待ってね、雷、ゴムだよね。水は通電しやすいからね。どうも、ね、電気同士で戦えばいいじゃん。どうもめちゃめちゃするんだよ、金属の中で。ちょっと調べていい？知ってた？鉄より銅の方が、うん、だからあの電線ってなんか銅線でしょ。ああ、確かに。確か金の方が良かったかな、けど高いから、うん、銅なんだよ。金だったはず、確かね、うん、間違えてたごめんなさい、うん、だから銅線なの、あの電線って知ってた。いや最近銅高いけどね。電気タイプに強いの地面だって。地面、やっぱ土か。地面、ピカチュウ。地面タイプっていたっけ。なんだどこちゃん。虫とかいいんじゃない。シアカ、それかあのまた今度にするか。あ、レベル低いよね。ブタコちゃんは、ブタコちゃん、クルさん、姫ちゃん、あの弱くはないでしょ草。うん、じゃあいけるんじゃない。あとエスパー、サーナイトとあのチーカワ、うん、だったっけ、ハチワレかがいるからさ、弱くはないでしょ。うん、うん、だからいけると思うよ。草、草タイプなら、うん、電気技の威力を半減できるって書いてある。あ、もう余裕じゃん、ゴヒーやじゃん。へへへ、スポーター、あーもうもうじゃあ行かせて、ストーリーを進めろ。あ、ピカチュウにしちゃった。ほっぺ潰しでいいじゃん、電磁波。多くのほっぺピカチュウパーパーパー。あ、今、麻痺になったよね。うん、あれだよ、収穫しやすいよ、捕獲。持ってないわ。え、大丈夫くん。え、どうした、どうした。え、今投げるの。全然いいじゃん。持ってないもん、持ってないもん。何がこの子、攻撃。おえ、いや、この子持ってない。え、じゃあもうちょっとあの HP 減らさないと。あ、じゃあね、スパスパークいける、スパークでちょっとペッてやってね。まあリルー作って、いいよ。あーおれー、あ、持ってないんじゃない。持ってない。鉄やろう、鉄、金属系でしょ。スパーク、スパーク、多分めちゃめちゃ効果あると思うよ、やってみて。そう、スパーク、スパークでもできる。あ、威力20はあるじゃん。うん、大ダメージ与えられるんじゃない。あ、あ、4、今一つか。あ、じゃあ普通に、あ、じゃあ、うん、あの、あれ、スパーク、スパーク、うん、ヒーンって、うん、スパークいけ。
の一つ。は？お互い今一つなんだ。今二つって知ってる？いいよさ。え、何だよ。ウィーン。今一つがあれば今二つあるでしょ。今三つ。今四つ。今五つ。今六つ。何六つって？威力一番上やってみて65。いけ。それでも知らないでしょ。うわ。ほら。あ、ちょうどいい、ちょうどいい。捕獲しましょう。その前にピカチュウが痛い。大丈夫大丈夫。捕獲されちゃうよ。おい、急所やった。これ失敗したらピカチュウ死にそうじゃない？うん。いいよピカチュウ。あんま使えない。ダメじゃん。ピカチュウ一番いいよ。え、そうなの？ほら。ピカチュウ好き。うん。力はあんま可愛いし。空中に浮いたまま移動して左右のユニットから電磁波が放射する。磁石ポケモンって書いてない？ハガネって書いてるよね。うん、今から姫ちゃん行くのは？電気。あ、電気か。ハガネ行かない方が、あ、これ別に関係ないか。草ポケモンでゴリ押し。うん。いろんなさ、姫ちゃん、あの草ばっかり集めたりさ、うん、炎ばっかり育てない方がいいよ。あのバランスですね。そう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 。ある程度。いろんなものに対応できるように。え、なんで水ダメなの？水に弱いのよ。はい、姫子ダッシュ3、2、1、ゴー！いけない、いけない。もう突っ込んじゃえ！いけ！いけない。アイテムあるかもよ。よしよし。あ、やばい。恐竜だ。どこ行くの？この子は。毒気船だ。毒気船。戦った。あ、戦った？毒気船だ。めっちゃ経験値くれそうなんだけど。どこから行くの？あ、もらえたよ。かゆい。いいじゃん。うん。はい、あるじゃん、あるじゃん。いけ。こっから落ちていくのかな？ジャンプしたら あったあったあった、よしよしよし。うわ、カモメ。え、なに、ゾウさん、ドロドロ。いけいけ。ピカチュウ、やばいやばいやばい。ダメ。よし、まず8割で。めっちゃ気持ち悪いんだけど。ゾンビや。え、なんかあれみたい、ゴーストバスター。待って、食べた。そう、紫バージョンみたい。ベソベタって。今一つ一撃だったね。あ、急所に当たったのか。そこ。これこれ。いい。あんまり経験値惜しくなかった。いや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 。どうしたの、オー君？あ、このタイトル、オー君オーバーレ、オーバーバレ。違うよ。あの、電気組へ突撃だよ。反抗シティ。発光してるシティってこと？私とポケモンシャウィします。おじさんね、ワル君だ。うん、ここだね。お、じゃあストーリーどんどん進めていきましょう。うん、おまいっか。さあ、敵は強いのか予想しよう。うん、パパね、さっきと同じだと思う。もうリーグバトルだから、さっきの組長ではない。ネモ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 。うん、え、地域は？え、なんでビビるってびっくりするの？また同じジムでバッタリなんてすごい気苦だね。あ、そういうびっくりね。嬉しいってことじゃない？ほんと偶然。旅の途中で死んだって聞いたのに、なんで生きてるのみたいな。え？かと思った。ポケモンに主人公って人が死ぬとかない。ないからね。うん、ポケモンのゲームはね、主人公ね、あの、永遠の命だからね。そう。永遠の不老不死。勝負したくて。永遠の不老不死って重なってんじゃん。勝負したくて先終わりしてるとかじゃないからね。嘘じゃないよ、その証拠に今回勝負しないんだから。本当はやりたいけど、地域のポケモンこの前より強くなってる。あとはこれさえあれば全部バッチリだよ。 PP8 を3個手に入れた。回復もゲットにしまった。ポケモン20匹ぐらい鍛えながら応援してるね。これで、はい、合格しないといけないんだよね。個人名地域屋さんですね。そうです、ネズミテストね。なんじゃもの番組出演、障害者者であるなんじゃもの番組出演してコンテンツを盛り上げてください。詳しくは外に出ればわかると思いますよ。それでは行ってらっしゃい。よっしゃ。え、番組に出るの今から？え、うん、それだ。なんかそれがテストみたいだよ。ちいかわ人気者、ちいかわ人気だからすぐ人気出るでしょ。はい、フォロワー5万人。皆の者、
どんなもんじゃ TV の実感だぞ。ポッポッ何ですか、タンの平和。何一人した、何一人、めっちゃ可愛い。はい、どうも。何あれついてんの。あなたの目玉、あれキットです。なんじゃもんじゃなんじゃもんじゃです。自分リーダーだよ。おはこん、はらちゃお。何それ。おはこん、はらちゃお。え、めっちゃこの子可愛くない。なんじゃもご使いこなしてんじゃん。意外と離れしてる。そう、ちいかわは人気者だからね。全然びっくりしたかも。だけど、なんと、まさに今、この情報。動画を世界に生配信してます。世界中挑戦者し、僕に会うため発行締めに来てくれてありがとう。すっごく嬉しいんだけど、僕ってちょろっと有名人だからとっても忙しいんだ。だからバズりが見込める、じゃなくて熱意なら相手としかコラボできないんだよ、とほほ。好きなわけで僕とバトルしたかったらこの番組を盛り上げてねって話。やる気満々じゃん。じゃあ企画の説明しちゃうよ。街角ジェントルさん、いらっしゃい。校長先生、おやちいかわさん、え、奇遇ですね。校長先生とバトル。何、もしかして知り合い。この人オーラバリバリあるから街歩いてるとこスカウトしたんだけど。いえいえ、ははは。挑戦者の地域足に会えるから、こちらのジェントルさんとかくれんぼをしてもらいます。かくれんぼ、え、街頭カメラでジェントルさんを探して3回見つけられたら自分テスト合格。このかくれんぼ名付けてクイズ、私はどこでしょう。街角ジェントルさんを探せ。企画名大丈夫これ。何らかのそれに反応しないね。まあいいか。じゃあもうジェントルさんスタンバイよろしくね。あ、ポケモンリーグには幼いになっていますので、お手伝いです。お手柔らかにお願いしますよ。わ、いや、ハンターみたいな味があった。そろそろ準備できたかな。ジェントルさんもういいかい。結構ですよ。こういうのあるんだ。あ、いた。え、はいるやん。うん、ボールいないか。早くこれ操作したいんですけど。すごいぞ、かっこいいぞ。じゃあ次のかくれんぼを始める前にてこいるつして、僕のファンと戦ってもらうよ。怪獣マニア出てこいや。出てこいや。なんちゃもんじゃ TV 盛り上げたい。この人見たことあるよ。髪型おかしいから。あ、パワーや。あ、頭の上に、なんだ、苔生えてて木が生え出した。そうそうそう、鬼苔課金。鬼苔。え、この人。え、あれ進化してる？あのモンスター、ポケモン。一個だけじゃない進化。一回進化してるっぽいね。なんかこう、顔がキュッてなってるから。いけ。おぉ、あぉ、強っ。え、急所に当たったって。私に勝てないわ。そこしじゃん。お前いけるじゃん。おぉ、経験値結構くれたね。た、うん、規模やば。勝っても負けても盛り上げたい。3080円たくさんもらえた。番組だからかな。ハーフだから。はい、勝利。挑戦者し、お見事。じゃあカメラ変えるね。変えるね、変えるね。どういうことかな。え、じゃあ姫ちゃんが、なんじゃもと戦うのが、いた、電気。え、そうなの。え、どういうこと。今電気組に戦いを挑みに行ってんじゃないの。違うよ、あのテスト、その前のテスト。これは、うん、組長じゃなくて自分、リーダー、トレーナー、うん、あ、そうなんだ。参加しない、あの合格しないといけない。ジムのチャンピオンみたいな、この電気ジムのチャンピオンみたいな、うん、で、ここ倒せばいける。この後電気、そう、この後、うん、あの女の子と戦う。ジムだから合格しないと無理なんですよ。全然わかんねえ。だって前回さ、炎組に攻め込んだじゃん、アジタに。うん、だけどこれ別にストーリーはどこに行ってもいいんだよ。ああ、うん、いいか。あ、組にはない。電気組は攻め込むんじゃないんだね。しかもここ電気組じゃなくて、あのスターダムじゃないよ、この子。あ、そうなんだ。
ジムだよ、ポケモンの。あ、そうなの。スターターはまず倒すんじゃないの。どこに行ってもいいんだよ。そうだけど、あのスターダン、5つあるんでしょ、うん、で、炎を倒したよね、うん、残り4つをどこ行ってもいいのかっていう話かと思ってたの。どこ行ってもいいよ。けど、そこの4つとは全然違うところに来てるんだよね、今、うん、ああ、そういうことね。近いところってバオが言ってたから。そうそうそう、スターダンの近いところだったの。そういうこと。あ、なるほどね、全然分かってなかった。オーク、今分かった。え、オーク、分かった。オーク、流れ的に僕分かってなかったでしょ。今パパの話聞いて分かったでしょ。うん。あ、そうなの。ひろゆき、ひろゆき倒せ。それってあなた意味ないですよね。おい、一撃じゃん。倒しちゃいました。そういうことか。じゃあ残りスターダムは全部まだクリアしてないのか、うん、え、あ、そうか。ひろゆき、とりあえず近いところから順番に進めていく。うん、こちこちゃ。そういうことね。うん、先にスターダンやればいいのに。だけどこっちはこっちで、あの、お金とかいっぱいもらえるから、素材集めもできるし。あ、そうなんだ。強くなれる。待って、なんでヒルユキ経験値めっちゃもらえるもん。ちょっとこれアウトじゃない、ヒルユキって。いや、でもいっぱいいるでしょ。ヒルユキさんもいっぱいいるよ。ちょっとアウトじゃないの。はい、勝利。調整写真お見事。探しっぷりもバトっぷりも。カリウナのごとし。じゃあカメラ変えるね。でね、最後の舞台はこちら、激闘渦巻くバトルコートだ。果たしてこの人だかりからジェントルさんを見つけするかな。あ、いる。いるよね、右のとこでしょ。なんか船みたいな。簡単じゃんこれ。これはこれは感服いたしました。私たち結構ウォーリーを探す得意なのかもしれないね。ね、ぜひ地域発信の釘でチャンネル登録数はシビルドン登りじゃなくてジムテストクリアだ。いやー、白熱したゲームに全世界の皆の者も大興奮だったぞよ。地域合わせも勝負すれば僕の動画もっと楽しくなりそう。楽しくない。てなわけで準備ができたら受付においでますませ。おいでます。かわいいの。いつでもコラボしてあげるから。さあ、不平等に。ジムテスト街角ジェントルさんを探せ。合格。これで今の子に挑みますよ。戦いたいよ、なんか他の人と。なんじゃもう。いけるっしょ、これは。お、来た来た。ひひん、チーズ。みんなのもの準備はいい。なんじゃもちゃんめっちゃ可愛い。あなたの目玉をエレキネット。何者なんじゃ。なんじゃもです。おはこんもらうチャロ。なんじゃものどんな文字 TV の実感だぞ。本日の挑戦者氏は飛ぶ回転落とす勢いの地域王者。イエイエイイエイ。すごいね。毛量。ねんで地域足、今のお気持ちをどうぞ。絶対勝つ。ほう言うね、インフルエンサーはこでなくっちゃ。それじゃそろそろなんじゃものバトリ見たい人。パイパイ。みんなのもの待ちきれないってさ。5000円出した。エリキ。あ、エリキ氏ありがとう。ほんじゃそろそろ行ってみよう。挑戦者氏の実力はどんなもんじゃ。あ、かわいい。木はすごくね。ね、でよくこうやってたこうやってパッて。ジムリーダーのなんじゃもが勝負を仕掛けてきた。行け。視聴者たちが楽しめるようなシビリューバトリーをよろしくね。戦う転校生が一番いいのか。弱くない？うん、あ、あ、まだあと何匹出てくるんでしょう。さすがにね。うん、でっこいや。
スピー。カビゴンや。めっちゃ耐久ありそう。チキン。イエーイ。急所に当たっただって。やった。あ、マイケルジャクソン。やばい、3回目。ディン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 。ジムリーダーの何時もあ、まだいるんだ。4回目やばない、3時ラン。いえ、ちょっぴりピンチかも。皆の者、僕への応援して。僕、え、さっきから言ってたよ。ムーマージ浮いてる。うん、いでよ、ひらめき豆電球。やばいよ。やばい、テラストラした。テラってる。テラっててもこっちは通常でも勝っちゃうからね。おぉ、また急所に当たった。あんま強くないね。超強くない？よかった、レベル上げしといて。めっちゃ経験値もらえたし。よかった。うん、うーん、おぉ、わ、かわいい。君のきらめき1000万ボルト。やば。4320円。やばいね。もらえた。勝利したのは創世主の中教師でした。悔しいけど僕の負け。皆の者、応援ありがとうだぞ。というわけで、バズりまくりのこの僕、なんじゃもに勝利した中教師には、ジムウォッチをプレゼントしちゃいまーす。皆の者、スクショタイムだぞ。脳内フォルダに焼き付けろ。あー、かわいい。トリさんめっちゃかわいい。発光時もクリア。ジムバッジ2個持ってるとレベル30までのポケモンが捕まえやすくなるし、言うことも聞くぞ。バイソンの主人のお礼にわざままあげちゃうよん。わざま、わざましいんじゃない。ボルトチェンジ。うん、攻撃した後ものすごいスピードで戻ってきて控えポケモンと入れ替わる。僕らの熱いバトルにビリビリっと来た人はチャンネル登録よろしくね。あなたの目玉をエレキネット、エレキトリカルストリーマー、何者なんじゃ、なんじゃもでした。かわいい。あなたが王様の中京くんですかね。誰、デモくんから期待の新人がいると聞いてますとも。急に話しかけておろすかテストロスロフスだが、調整は発足。ポケモンリーグ四天王が1人、アカデミーでは美術を堪能していますね。地域役はどうして順番地を集めチャンピオンを目指しているんですか。ふーん、宝物を見つけたいからかな。お答えありがとうございます。いえ、正解などありません。全ての道がパルデアの大穴につながっていると言われてますので、あなたのご友人ネモ君はパルデア史上最年少のチャンピオン、もしかするとあなたも彼女と同じ可能性を秘めているやもしれませんね。あ、パパ、はい、クリアしたよ、さっきの子。うん、そう。そしたら、うん、なんかレベル30以上 のポケモンがなんか捕まえやすくなったりするんだって。え、30以上？10月2個手に入れたから。30以上、うん、30までじゃない？30までまで見てなかった。おーい、30のポケモンとか書いてあったから。あ、じゃあ30まで、30代じゃない、30までじゃない。クズさん、またこの後いろいろ進めていったら、次40とか出たら、あ、30までだったんだっていうね。今まで25までだったじゃん。うんね、で30までじゃない。まあ次35か、その辺気にしなくてもいいんじゃない。うん、そんなにあの強いポケモン挑んでないじゃん。うん、その辺にいるポケモンも、そう、だからジムバッジ、ジムどんどんクリアし、ジムバッジたくさん集めれば集めるほど強いポケモン手に入れるし。え、マジ？じゃあもう今度、この後、今もうそろそろ時間なんだけど、うんうん、次の回、またジム挑戦しようよ。うん、
え、余裕だった？余裕だった、めちゃくちゃ余裕だった。あー、ほぼワンパン。あ、ほんと？うん、ポカーン。やっぱり友達との通信して、うん、スープしたからじゃない？うん、あ、じゃあもうジム行こう、ジム行こう。次のジムどこ？次の一番近いジム、うん、はこれはまたストーリーモードだけど、別のストーリーモードだから、うん、ジム行こう。これは毒組のアジト。あーあーああ、そう、なるほどね。ここはこの組はプレイした。うん、ジムはジム行こう、ジム。え、今右下なかった、ジム。でもこれクリアしてるよ。あ、そうなんだ。ボールジムはクリアして、多分これ、うん、クリアした順番じゃない。あ、そうか。え、ジム行こう、ジム。ジムどこにあるのよ。チャンピオンロードがジムってこと？え？あれ？あ、これだ。じゃあ行くか。遠いね。時間大丈夫？え、これワープできないの？ワープは一回行ったところ。ああ、そうか。じゃあさ、今からさ、あの動画はここで終わるんだけど、今回は、うん、ちょっと進んだらいいじゃん。5分ぐらいでいけるでしょ、うん、そしてそこからまたね、撮影やっていこうか、うん、実況プレイやっていきましょう、うん、はい、ということでね、姫ちゃんチャンピオンロード2つ目制覇しました。しました。そうか、チャンピオンやりまくったらいいんだ。うん、オッケーオッケーオッケー、チャンピオンよし。じゃあ今回はね、この辺りで終わりたいと思います。はい、はい、まったねー。次回、氷のジムへ行きます。チャンピオンロード、うん、楽しみ。そして倒すことができるのでしょうか。チョコチンとにっこり姫ちゃん。同じ顔の姫ちゃんが2人ずついるよ。1人しかいない姫ちゃんを当ててね。いくよ、スタート。動画も